皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、目標を達成できる人とできない人のたった一つの大きな違いということについてお話をしていきたいと思います。目標というのはいろんなタイミングで皆さん立てることあると思うんですけど、例えば新年とか、あと年度替わりですかね、4月とか、あと秋が始まる9月とか、そのあたりに目標達成する方っていうのは多いと、目標を作る方っていうのが多いと思うんですけども、なかなかですね、目標を作ったからといって達成できるわけではないケースが多いですよね。私自身は、割と目標は達成する方のタイプです。はい。で、当然それにはこういうふうにしているっていうコツが あるので、そのあたりをお話をする予定なんですけれども、いろんな目標達成の仕方はあると思うんですよね。その中の一つで、これ大事だよねっていうものを今日は中心にお話をしていきたいと思います。はい、では早速本題に入ります。まずですね、目標を達成できる人とできない人のたった一つの大きな違いっていうのは一体何なのかっていうとですね、まずその目標自体を忘れないっていうことが結構大きなポイントだったりしてます。目標自体を忘れない、そんなちっちゃいことって思うかもしれないんですけど、いや案外ですね、これ忘れてる人多いですよ本当に。例えば、年始とかにどんな目標を立てたかって、半年後ぐらいの多分夏ぐらいとかにすぐに即答できる人って、私のクライアントさんレベルだと結構少ないですよ。少ないっていうことはどういうことかっていうと、忘れてるっていうことです。で、忘れてしまうとですね、結局 そのために必要な行動をすることすら忘れてしまうではないですか。だから基本は目標達成したかったら忘れないということが一番実は大事になります。で、忘れないっていうことは、例えば、よくやる、私はそれそんなにすごくやってる方ではないんですが、よく見える場所にその書いた目標の紙を貼り、そして毎朝それを見るとか、人によっていろいろやり方があるんで、いろいろいいんですよ。あとは例えばダイエットとかをして、この服を着たいとかいう服があったら、よく目立つところに吊るしてかけといて、これを着るんだって言って痩せる。だからそうするとどういう抑止力がかかるかっていうと、例えば洋服の場合ですよ、アイス食べたいなとかケーキ食べたいなっていう時に、その洋服が目の前にあるわけですよね。そうすると我慢しようとかね、そういう話になったりしますよね。なので私の場合には、その大きな年間の目標って常に頭のどこかにあって、絶対に覚えてるっていうか、それをやるために動いてるっていうところもあるので、そこは大丈夫なんですけれども、例えば実務的な部分で言うと、本の執筆スケジュールって工程表みたいに書いていくんですね。私、第1章は何月何日から何月何日、第2章は何月何日、第3章はっていう、こう工事の工程表みたいなのを書いて、本って書いていくんですけれども、なので割とこう何月何日に執筆完了っていうと、だいたいそれより早く終わります。バッファー読みながら工程作ってるので、例えば自分の力量でこの内容だったら5日で書けるなって言ったら7日で見ておくとか、この内容だったら 10日ちょいあれば書けるなって思ったら14日見ておくとか、そういう感じで工程組んでおくと、だいたいきっちりそのスケジュール通り終わると、そのぴったりの設定した日よりも早く終わってるっていう状態を作るので、今まで4冊本書いてますけれども、全て出版社に入稿しているのは、出版社にもともと伝えた日程より半月早い日程でだいたい入稿してます。はい。
でこの時にも、まあ、出版社の方に驚かれたことがあるんですけど、通常は、まあ、著者の方っていうのは固定管理をこちらの方でもしなくて、こちらっていうのが出版社さんの方でもしないといけないところも一人でやっていただけるから珍しい著者の方ですっていうふうに言ってたんですけど、でなんで遅れるのかっていう理由を聞いたら、書けない、要は自分のこうマインド的な部分でこう筆が進まないみたいな理由でどんどん工程が遅れていくっていう話とかを聞いているんですね。で私の場合には確かに気持ち的に、ま、乗るか乗らないかって言ったら若干乗らないなっていう日ありますよあるんだけれども、工程表がその工程で来てるので、そこを遅らしてしまうとどんどん遅れるよねっていうところは自分で自覚してるので、なるべく感情は、モチベーション上げ下げがしないように形にして、その日程通り終わらせるっていうことに全力を尽くすみたいな形で、まあ、職業的に書いているという感じです。心情的に書けないとかっていうところの振れ幅に行ってしまうと予定通りに本が出来上がらないので、まあ、そのあたりは工程表通りに動く。でそうすると工程表が今日はどこの章まで終わってないといけないかっていうのを毎日見てると、当然そこに対して、今日これがあったからできなかった、今日これがあったからできなかったっていう後送りにすることは基本しないようにしていて、で仮に後送りしてしまったとしてもバッファーの中で取り戻すっていう形にして、とにかく期日通りにしっかり終わらせるっていうことをやっていたりとかしています。で私の目標達成とかっていうのも基本同じ形で、先の目標とかを決めて、まずカレンダーにそれを入れてしまって、できるできないとかではなく、やるって決めた目標はカレンダーにもう入れてしまうんですよね。例えば出版がまだ決まってなくても出版パーティーの日程を入れてしまって、日程を入れて会場も押さえて、その日程を人に言う、 SNS で言うとすると、これ出版してなかったらめっちゃかっこ悪くないですかっていう話なんですよということは逆算して、その出版記念パーティーに間に合うように本を出さなくてはいけないということは、企画書を通さなくてはいけないわけですよね、出版の企画書。そうするとどういうことをしなくてはいけないかっていうと、こういうものが世の中の時代の流れ的に採用されそうだっていうリサーチもそうですし、私のクライアントさんが困ってる度合いに合わせて、今これを言ってあげるとみんながすごく喜ぶよねっていうネタも当然あって、で自分が書けるテーマと話題っていうことで、企画書を組み、そして出版社にとっても今それを出すことはいいことだよねっていう、まあ、当然リサーチした理由とかも書いていくし、でさらに自分がその本を責任を持って売りますみたいな、こんなプロモーション考えてますみたいな話とかも全部盛り込む形でやる。でそうするとそれに響く、まあ、全部の出版社が響くわけではないんですけれども、今までのケースだと大体プレゼン一社で一冊決まってるっていう形なので、どういう経緯になってるかっていうと、一つの企画書で一社のプレゼンで一冊本が決まってるっていう形なので、基本出版確率 100% なんですよ。でこれは私だけのもちろん力でもなく、出版コーディネーターっていう方とかも私の原稿とかをチェックしてくださって出してくださってるっていうのはあるんですね。だけれどもその内容そのものの軸になるところはもちろん私が作っていて、コーディネーターを入れて各出版社に配ってもらってっていうことをやっているっていうのは、確率を上げるためと、自分がその交渉する手間と時間を省くためっていうこともあるので、まあ、そのあたりも非常に合理的に考えてはいるんですけれどもね。なので、まあ、その時間がどれぐらいかかるかっていうのも分かっているので、この時期に出版記念パーティーやりたかったら半年以上前には企画が決まってないといけない
です。そうすると企画が決まってないといけないということは、その企画書をいつ書くのかっていうのも当然カレンダーに入れていくことができるので、やりたいな、いつかそうしたいなではなくですね、もう強制的に全部日程をカレンダーに書いてしまう、そしてなんなら言ってしまう言ってしまう、予約も取っちゃう、キャンセルすればいいんですから。キャンセルチャージかかったりする時期とかになっちゃうとまずいんですけれども、だからキャンセルしないように全てがうまくいくように、まあ、若干だから追い込み型ではあるんですけれども、そういうことでやってます、まあ、だから一言で言うと有言実行っていう形になるんですけれども、で私がそれをできるのは、忘れてないからです。忘れてないし、忘れないようにするために人に言っちゃうっていうことですね。人に言っちゃった、それを聞いた人は、覚えてない人は当然覚えてない、ないですよ。ただ書いたものとかって SNS とかで書いたものとかって残ってるじゃないですか。いや消せばいいでしょうとかいう話なんですけど、じゃあ例えばそれを読んだ人が、パーティーやるんだ行きたいとかって思って日付とかカレンダーとかに書いてくれてたとするじゃないですか。で私、いや本決まんなかったんでやめますとかって言ったら、なんだとか決まってないのに言うなよみたいな感じにならないですかなのでそうすると嘘つきになっちゃうから、嘘つきになりたくないがゆえに、必死に頑張るみたいな、そんな感じでやってるので、すごくですねストイックなやり方ではあるんですけれども、まあ、そもそも論の根底は忘れてないということなんです。決めたこととかやるって決めたことを忘れていない。で私のクライアントさんとかも目標達成できる人ってやっぱり何か書いていたり、それを見ていたり、あとはその実現した絵とかそういうものも実際に書いて目の前に置いとくとか、やはりそこに向かって意識がね集中するからだと思うんですけれどもね。私たまにお伝えしてることとかがあるんですけれども、今サックスもやってますし、あと写真とかも撮っていたりするし、まあ、本も書いてますので、この3つを総合的にこうアートに芸術にした形のインスタレーションやりたいっていうのは言っているんですけれども、もう場所もどこっていうのは決めていて、フランスのパリのエッフェル塔の近くのそういう会場っていうのも決めているので、私の中ではエッフェル塔っていうモチーフは結構大事なモチーフなんで、エッフェル塔のねミニのこういうミニチュアのこういうフィギュアみたいなやつとかもよく見えるところに置いてあったりとか、そのパリのエッフェル塔の写真とかね、そういうのを見ていたりとか、まあ、時期的には50ぐらいの時にそれを決めて10年後と思ってたんで60の時ですね、まあ、それぐらいにそこで、まあ、画廊じゃないですか、ギャラリーか分かんないですけど借りて自分の写真展示して、でそこにまあ文章もつけて、でそこでサックスも吹くみたいなそんなことはね考えているので、まあ遠いといえば遠いんですけれども、近いといえば近い、で そこも覚えてます、はい、だから目標達成っていうのは忘れない限り、そして忘れない限りそこに向かっていくように努力している限り絶対に距離縮まるから叶っちゃうんですよね。だから大抵の人はそもそも立てた目標を忘れてますから、大抵ここだけでも大きな違いなんじゃないのかなって思うし、努力はもちろんし続ける必要があるんですけれども、努力をし続けるためには設定したことすら忘れたら努力できないよっていう、まあ、そういうお話でございます、はい、ではまとめに入りたいと思います。目標達成できる人とできない人のたった一つの大きな違いとは忘れないことです。そしてもう一つ言えば、忘れないということはそれに向かって着々と粛々と地道に進んでいくという努力も合わせて必要になってくると思います。それでは。